はい。こんにちは。島崎ですよ。お元気ですかそう、よかったね。はい。島、えー、崎もね、ご覧のように、今日も元気でやってます。もう、今年も残り少なくなりましたね。そして寒くなりました。えー、お互いにね、風邪などをひかないように注意して、ね、ね、過ごしていきましょうね。 さて、えー、今日は二つね、えー、とても嬉しいお知らせがあって、こうやってね、あなたにお話しさせていただいてます。はい。まず、一つ目の嬉しいお知らせです。えー、ちょっと読み上げますね。えー、今年2022年ですね、えー、柴崎のチャンネルが YouTube でね、 えっとね、ブレイクアウトクリエイターというものにね、選ばれました。はい。とりあえず拍手ですね。世界で確かね、12人選ばれたのかな。アジアでは2人。柴崎、日本では、まあ、柴崎が代表ということに一応なったんですね。はい。でもこれもね、一人に、えー、柴崎のチャンネルをご支援してくださる あなたのね、もう熱心なね、お気持ちの賜物なんですね。本当にありがとうございます。まあ、柴崎もこれにね、満身することなく、えー、一つ一つこれからも楽しい動画を作っていこうと思ってます。ね、えー、引き続きよろしくお願いいたしますね。そして、喜ばしい2つ目のおしゃせです。それね えー、柴崎が来年、1月の、お頭、あ、中頃だ、1月の半ばからね、2月の頭にかけて、えー、大阪と熊本で古典を行いますよ、というお知らせです。はい。またまた拍手。まあ、柴崎は今までね、ずっと長い間、東京を中心にして、 えー、個展をやってきました今年の7月も、えー、東京京橋でね個展を開きましたところあのね炎天下の中本当に、えー、もう遠くは北海道そして沖縄もちろん海外の方までねたくさんの方がお越し下さったんですね。えー、ここでね改めて本当にありがとうございました。 まあその喜びがね、また胸にいっぱいの、この時ね、えー、島崎、初めての試みとして、大阪と熊本で来年、早々に個展を行います。はあ、い、ではあ、そのことについてね、ちょっと詳しくお話ししたいと思います。まず、大阪なんですけども、会場はね、大阪の 中央区にあるホルベインギャラリーさんで行います。えー、開催期間ですけども、来年2023年の1月19日から1月24日までです。時間は午前11時から午後の5時までですね。ただし、えー、最終日はね、少し短くなりまして、 午前11時から午後4時までです。では、引き続き、熊本での個展のお話し,しますね。えー、熊本での個展の会場は、熊本市中央区にある、これね、アートスペース大報堂さんで行います。えー、開催期間は、 1>, 1月28日土曜日から2月の4日土曜日まで。時間はね、午前10時から午後6時3 0分です。ただし、最終日はね、これも少し短くなりまして、午前の10時から午後の4時までとなります。このとこね、 大切なところだから、ちょっと繰り返し見てくださいね。はい。まあ、というね、えー、嬉しいお知らせだったんですけども、でもこのちょっと個展に関してね、柴崎少し心配事があります。それは、ね、ご存知の通り、このコロナウイルスについてですね。もう今はあだいぶ下火の、下火になってるね、傾向もありますけども、でもお越しくださるね、あなたに、 万が一のことがあってはいけないと思います。えー、ね、ご高齢だったり、えー、ね、基礎疾患がある方は、なおさらご心配だと思います。まあ、柴崎も、まあ、もう高齢者の部類にいますので、このコロナウイルス対策は、できるだけ万全を期したいと思っています。そこでお願いがあります。まず一つ目が、入場制限についてのお願いです。 え会場内でのね、密の状態を極力避けるために、1回の入場できる方の人数を40名とさせていただきます。そして、会場内に滞在できる時間を30分とさせていただきます。そして、2つ目が、無料チケットについてのお願いです。あなたがね、会場にご希望の日時に、 スムーズにおいでいただけるようにオンラインによるチケットのお申し込みをお願いしたいと思いますはいこれですねはい、えー、例えば大阪の会場においでくださる場合この中からねご希望の日時をお選びくださいまたこちらのチケットのお申し込みのページですけどもこの動画のね概要欄に リンクを貼っておきますので、そちらをね、クリックしてお申し込みくださいね。続いて、三つ目のお願い。これは、入場前のお願いです。当日は、入場時間の10分前ね、会長の前にお並びください。そこで、スタッフがね、あなたの検温と、手指の消毒、そして、チケットの確認をさせていただきます。 ねえー、1月ですからね、1月2月だからきっと寒いと思うんですね、えー。寒い中に長時間お待ちにならないように、ぜひご協力をお願いいたしますね。続いて、4つ目のお願いです。これは入場に際しての注意点です。まず、マスクはね、正しく着用してお入りくださいね。そして、会場内ではね、 大声でおおしししゃべりをしないいいようにお願いいたしますまた会場内でね作品の写真撮影動画の撮影はご遠慮くださいまたねえー、ねえ柴咲にねえいろいろプレゼントとかねお花とか、えー、もうおそれはねもう柴き本当にあのお気持ちだけで結構ですもうそういうものを絶対に持ってこないようにお願いしますね また、ご自分でね、描かれた作品ね、ちょっと見てくださいっていうこともね、とにかくたくさんの方がおいでになりますので、それはお断りさせていただきます。また、柴崎に対するね、写真撮影はもちろん OK ですよ。ただし今回はね、サインはちょっとできないので、あらかじめご了承くださいね。まあ、ということでね、たくさんの お願いしてしまったんですけども、これもね、できるだけたくさんのあなたがね、お越しくださって、また、安全にね、安心に古典、作品を見ていただいて、無事にお帰り願うための最善の方法と思っておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。最後に、この大阪と 熊本の会場で柴崎の古典のね。サポートをしてくださるスタッフの方を各々5名ずつ募集いたします。お仕事のね。内容とか条件報酬につきましては、動画のね。概要欄に応募フォームのリンクを貼っておきますので、そちらからね。ご確認くださいね。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日はね。 喜ばしいお知らせ二つありました。ね。一つ目が、えー、柴崎ね、今年、世界で、えー、ブレイクアウトクリエイターに選ばれましたよ、っていうこと。そして、その二つ目が、来年柴崎ね、1月、ね、そして2月の頭にかけて、大阪と熊本で個展を開催します。というお話でした。 今回も最後までね、長い時間見てくれて本当にありがとうね。さあ、本当にお体に気をつけてね、ね、えー、元気に過ごしましょうね。そして、会場で柴崎、ぜひあなたとお会いしたいと思ってます、はい。さあ、どうもありがとうね。お元気で。はい、ありがとう。はい